手札からマジックカードドローボーを発動。カードを1枚引け。そのカードを俺が当てる。もし当たった場合、お前の手札とフィールド上すべてのカードはデッキに戻してシャッフルする。手札から永続魔法サッドストーリー悲しみの記憶を発動。悲しみの記憶の効果は、ドローフェーズにモンスターカードをドローした場合、そのカードをデッキに戻しシャッフルしなければならない。モンスターカード、残念ね。悲しみの記憶の効果でモンスターをドローすることはできない。永続魔法サッドストーリー揺るがない真実発動。この永続魔法揺るがない真実の効果は、ドローフェーズにドローしたカードがマジックカードだった場合、そのカードをデッキに戻しシャッフルしなければならない。手札からサッドストーリー忌むべき日を発動。忌むべき日の効果で、お互いのプレイヤーはドローフェーズにドローしたカードがトラップカードだった場合、デッキに戻してシャッフルしなければならない。そしてイリーガルキーパーは、相手がドローフェーズ以外にドローした場合、カードをデッキに戻して1000ポイントのダメージを与える。トラップ発動、ボルカーメス。仲間が効果ダメージを受けた時、相手の手札を確認しモンスターカードがあった場合、そのカードをデッキに戻す。さあ、モンスターカードをデッキに戻すな。